こんにちは、新鮮堂薬局鈴木邦明です。まず玉 A さんが文字が小さすぎて分かりづらい、もう少し大きく写していただけないでしょうかというコメントをいただいて、YouTube チャンネルのコメントがコピペできるってことに気づきましたので、スクリーンショットをやめます。はい、ありがとうございました。全然気づかなかったです。で、皆さん本当にいろいろ工夫してくださって、いるもんですから、私も、皆さんの、失敗なり、工夫なりを聞いて、それだけじゃなくて、この、この間の群馬のお客様が、ひょうで、庭に植えた野菜全滅とかっていう話を聞いたりしたもんですから、私なりに、水耕栽培を増やしました。で、あと保存する食料という形で、乾燥させて、いってるんですけど、干し椎とかね、玄米の玄米炊いたやつを乾燥させたりとか、あとこれから野菜とかも、フードドライヤーですね、大西さんに指摘されてフードフライヤーってずっと言ってましたけど、フードドライヤーですね。はい、それで乾燥させたり、あと干し網ですね、あれ使ったりしてるんですけれども、それだけではなくて、こういう緑豆ですよね、緑豆を、プランターに巻きました。で、緑豆自体も買ってあるんですけれども、とりあえず18粒巻いて、どのぐらい実がなるのか分かりませんが、豆の確保ということも含めて、とりあえず試しでやってみました。で、これ、マングビーンってやつなんですけど、これ、緑豆って書いてありますけど、これはここに書いてある通り、固定種です。ですから、これを買って、昨日巻いたのに、今日18個巻いて、1つはもう芽が出てましたので、やっぱりこういう形でね、発芽させて、食べることができるやつなので、巻いてもすぐに芽が出てくるみたいですね。はい。こういうことも私、皆さんにの話から刺激を受けて、やっております。で、これは普通に、緑豆を1キロのやつですね。1000円です。買いました。で、これでもやしを作って、しのいでいくつもりです。で、あとそれ以外にも、レンズ豆ですね。これも固定種です。で、エンドウ豆。あと、これは小豆。で、これがさっき買った、これですね。緑豆。これを、とりあえず、もやしに、してみようと。意外なのが小豆ですよね。小豆が、もやしにできる。豆がね、発芽すればっていう話ですから。どんな形になるのか、できてから、皆さんにご紹介してみたいと思います。で、お米なんですけれども、私は2種類の、笹錦式とかコシヒカリよりも前のお米ですね。亀の王ってやつ。とりあえずこれをバケツ栽培、するために、玄米から発芽させて、今、稲苗っていうんですか、を作ろうということで、やってます。で、幸い、30粒巻いて、とりあえず30粒全部、発芽というか、根っこが生えてきたものですから、で、今、簡単に巻いています。で、苗になるかどうかは、全部なるかは分かりませんけれども、4、5個はもう、芽が出てきています。はい。で、あと、朝日1号という、これも、笹錦コシヒカリの3代祖先の玄米。これもバケツ栽培をする予定です。今回は、本当に、種もみっていうんですか、もう、今年は間に合わないので、来年の、種もみとなる分を確保するという目的で、このバケツ栽培、稲栽培をやってみますので、皆さんもそうですね、ここ2年3年をしのぐということですけれども、しのぐプラスここ、1年で、来年以降の来年以降何かができるような形、これをやっていけば大丈夫なんだっていう方向性を、
またいろいろ考えて行動していただけるかといいかなと思います。続いてライムさんなんですけど、すごい工夫してらっしゃって、もうね、瓶の保存食を購入するようにして、食べ終わったらその、 あの瓶を使ってると。で、自転車の前かごのカバーを雨のリュックサックカバーとして、で、ハーブ系の苗を購入して、それ作って乾燥させて保存ね。やっぱりいろいろ工夫されてますよね。で、野菜の再生ですけれども、これちょうど昨日ね、リボベジっていうことでご紹介してますけれども、私も早速、水耕栽培で、やり始めました。少し工夫してやあんまり私が今やってる工夫は、多分あんまりやってる人がいないんだと思うので、もしうまくいったらまたご紹介します。まあうまくいくか分かんないもんですけどね。で、なおさんなんかもこのコメディですか、こういうふうに容器だいぶ安いみたいですね、こういう形、あとこの薪ストーブっていうのも、ご紹介されてたんですけど、まあ偶然私もこれのご紹介されてるやつのと同じようなやつ、まあちょっと小さいんですよ。コメディのやつが見たら、19.5、19.5、31、高さがね。で、私が買ったやつはもうそれよりも、まあ大体3分の2ぐらいの大きさ。うん、それを買ってあるので、で、これも二次燃焼構造なので、まあ、どちらでもいい。まあ大きい方がいいのか。うん、まあどちらにしても、以前東北の震災を経験された方が寒さの方が問題なんだってことをね、おっしゃってましたので、やっぱりこういう、まあ火まあなんだ、焚き火ストーブとしても使えるし、で、料理もお湯沸かしたり、料理もできるような類のやつ、簡単なやつは用意しといた方が絶対いいでしょうね。はい。あと食べられる草取りましょうかいっていうことで、私ご紹介してますけれども、兵庫の大西さん、関西はね、とにかく山田さんと大西さんがいらっしゃるので、今もうもともと前につながった方々が結構皆さん会ってるみたいなんですよ。で、大西さんも LINE で、わかめ狩りに行かれて、で、いっぱい取って皆さんに少しずつお渡ししたっていう話は聞いています。で、残念ながらわかめ狩りって確かさっき見た限りだと3月だったかな、そうですね、3月がいいみたいなんで、で、わかめをの養殖をやってるところだと、3月は海に打ち上げられるらしいんですよ。それを取ってくるだけなんでいいですよね、これ。うん、これまあ今年は間に合わないですけど、来年はちょっと考えて、まあワカメの養殖をやってるところの海まで行くだけの話なんでね、行ってみたいと思います。あと笠崎慎さん、まあ本当さまざまな行動を見直すきっかけになっており、感謝申し上げますって、本当に皆さんが書き込んでくれてるおかげなので、本当こちらも感謝なんですけれども、ご紹介いただいたこれ、木酢液なかったんで食酢で、私も早速作って、やってます。まだこのアルミホイルを、ま、敷き込むっていうのはやってないんですけどね、この100均で買ったこの、噴霧スプレーが大活躍してますので、ありがとうございます。それと369ジャパンさん、ここの、つる、うん、空心菜以外にもつるむらさき、モロヘイヤ、アスパラナ、ルッコラ、ごぼうなどが知らなければ野菜とは分かりにくい。つるむらさきやモロヘイヤは育てやすく栄養価も高い。ダイソーで売っている猫草の種をばらまいておくと雑草にしか見えません。あと食べられる雑草のスベリヒユがあちこち生え始めたので、空いてる場所にせっせと移植中です。まあ本当この辺ぜひね、また工夫してみてください。緑豆の話がありましたが、春雨って緑豆からできてるけれど体にはいいんでしょうか。緑豆春雨になると、まあ澱粉質で血糖値上がりやすくなっちゃうんですよね。うん、ですけど食べる順番っていうのを工夫すれば
そんなに気にすることなくて、例えば、なんだ、味噌汁を半分ぐらい食べてから、春雨食べれば、血糖値の上昇っていうのもそんなに気にすることないので、大体緑豆は僕は、先ほど申し上げた通り、もやしで、食べる予定でいますので、はい。で、春雨は春雨でね、好きなんで、さっき申し上げた通り、一番初めに口にするんではなくて、ちょっと他のものをちゃんとお腹の中に入れてから食べるような形で、やっぱりこういうね、今から大変な時代を迎えるわけなんですけど、好きなものもね、ほんだん悪いものでなければ、ある程度確保しておきたいですからね。で、参考までにですね、これ、もやし1袋って大体 200g なんですって。で、その緑豆を、もやしにこの 200g にするには大体 25g で済んじゃうんですね。だから 25g を水で戻していくと、1週間ぐらいで 200g の、もやしとなると。私が買ったやつは1キロで1,050円ですから、手間とか水道代を考えても1袋30円以内でもやしができると。だから、5キロも買っておけば200食分ですからね。200袋分ですから、5キロだったら、ね、1キロ1,050円なんで、5キロで多分4,000円とかぐらいで売ってるんじゃないですかね。それで、200食分が確保できるというのなら、買っといた方がいいと思いますし、場合によっては私のように、いくつかプランターで撒いてみて、それで、緑豆を収穫するという手もあると思います。とにかくですね、この今日一番インパクトがあったのは、この畑さん、がご紹介いただいた、このおかめわかめ、あ、おかわかめってやつなんですよ。これ絶対に食べ物って思わないですよね。で、これはもしね、畑の四隅にでも、これが生えてたら、あ、この畑はもう本当に、畑持ってる人が管理してない、ちゃんと管理ができないんだなって勘違いしてくれるだろうなって思いますよね。あとこれ、赤くならないトマトっていうのも初めて知りましたので、これも面白いなと思いましたし、いろいろと、あ、でもこれもそうですよね。どう見ても観賞用にしか思えないので、こういうふうに皆さんいろいろ工夫していろいろやってらっしゃいますので、また参考にしてみてください。で、あとはもう、頑丈そうな台車を買いましたっていうことで、水なんかも、井戸が近くにない人だと、給水車を利用するとかって話になった時にね、一つ20キロのやつを持つにしても本当大変ですし、こういう台車があれば家族分の、水を運ぶっていうこともできますので、その意味で、台車で、シュナイターさんはアルミ式のリヤカーみたいなことをおっしゃってますけれども、結構高いんですね。2万5千円もするんですね。はい。でもこういうものもないと、ご家族大勢のお宅はちょっと大変かなと思いますので、また検討しておいてください。あと干し網ね、もう本当、干し網は本当に私も、皆さんの使い方をね、これ調理器具の感想とかもって書いてありますけれども、本当いろいろと、食べ物だけではなくて、なんだっけ、この間やったのは、あ、この間はあれか、それこそ干し椎も、この網でやってみたんですけど、干し椎とかを、ああいう網の時に、ところにやる時って、何か皆さん下に引くんですかね、紙とか。もしそういうやり方の、なんか、うまくいく、やる方法、ご存知ならまた、コメントに書いていただくとありがたいんですけど、お米が結構くっついちゃうんですよね。で、いちいち洗わなきゃいけないもんですから、なんか、あれとかどうですかね、クッキングペーパー、ああいうのやってるんですかね。私全然わかんないので、もし、皆さんそういうやり方で、うまくいってる方法があったら、また書き上げてください。あと朝日さん、湯煎用のビニール袋、
3合の米を袋に入れて水3カップと4分の3を 1.5 リットル水入れた圧力鍋で10分加圧、鍋が汚れず美味しくいただけます。野菜と調味料を同じように入れればご飯とおかずが同時に完成します。だからこれ本当水貴重になるので洗う水を、ね、省略できるだけでもだいぶ違うと思いますので、あれなんですね、特別なビニール袋なんで高いのかなと思ったら1個3円ぐらいなんですね。うん、だからこれは私も買おうかなと思ってます。あとサチヤチャンネルさん、ザ・ラストシップもおすすめだそうです。まだ私見てないので、週末に見てみようかと思ってます。でね、この96度のウォッカなんですけどね、私ももう最近忘れちゃったんですけど、消毒用のアルコールっていうのが、アルコール度数が確か70前後ぐらいなんですよ。でそのぐらいが一番殺菌能力あるんですよね。うん、ですからまあこの96度の動くかでも、その消毒用アルコールの、アルコール度数まで落とした方が効果がありますので、一応頭の中に入れておいてください。で、もう本当こういう行動ができる人がチャンネルに来てくれてるのすごく嬉しいんですけど、僕は近くの河川敷に菊芋を埋めてきました。本当はたくさんやりたいのですが、個人でそんなことをしていて誰かに声をかけられたと思うと、菊芋はもともと外来種ですが今では各地の河川敷などに自然に生えているそうです。繁殖力の旺盛で体にも良い食料として注目を集めています。河川敷ですから確実に僕が収穫するものではありませんが、困難な時代に誰かが収穫して助かればと思っています。本当にこういうことを考えてくれる人がね、見てくれてるっていうのはすごい嬉しいですよね。あと単純にこの蚊帳なんですけどね、偶然なんですけど私これ女房が買ってくれたんですよ。でこれ見るとなんか圧迫感ありそうだなって思うじゃないですか。でもね実際使ってみたら、中に入って寝てみたら全然そんなことないですよ。で私もこれを見て、来た時に見て寝相が悪いのでどうせ俺がね入ったら、ね、1週間ぐらいで壊しちゃうんだろうなと思ってたんですけど、全然そんなことなくて、ただ私1週間に1回か2回夜中トイレ起きるんですよ。お酒飲んで寝るもんですから、トイレ行きたくなるんですね。で起きるんですけど、確かねこの辺に出入りするチャックのがあるんですけど、チャックの場所がを覚えてないと夜パニックになります。パニックっていうのは私トイレ行きたくて起きたんですけど、そのジッパーのそのチャックの場所が分からなくて、もう焦って、あ、漏れちゃう漏れちゃう、この年でね、おしっこ漏らしたらもうとんでもないとかってで思って、すんごい焦ったことがありますので、寝る前にチャックのジッパーはここに、閉じるっていう風にね、ちゃんと決めて使わないと、まずいと思います。でね、価格ね2300円なんですよ。で本当にこれね蚊の音ってこんだけ離れてても聞こえるんですけど、本当しっかりと、ガードしてくれるので、子供たちもね、孫ももう私いますので、静岡に来た時にもう今後はベープとか使わないで、これちょっと買っといて、これを使わせて、寝させようと思ってます。そのぐらいいい感じです今のところね。はい。で、小森谷さん、フリーパワーをつけました。結論から言うと、お金に余裕があって近くにサイクルオリンピックがあるならフリーパワー付きの自転車を購入するのがいいかと思います。静岡はね、なんだっけ、あれ、あ、カインズです。ホームセンターのね、各県によって、そのフリーパワーが扱えるなんか契約ができてるところが違うみたいなんですけれども、で残念ながら小森谷さんは試乗車と比べて自分のやつがにつけたらちょっといまいちだったみたいなんですけど、まあこのいまいちっていうのも分かんないんですけどね、
私は今日取ってきたんですよ、ついさっき、そのフリーパワーをつけてもらった自分の自転車を取ってきたんですけれども、今日はちょっと雨混じりなんで乗れないのですが、明日坂も含めてちゃんと乗ってみます。で、坂上がっていく時に今まで、今度その坂がどの程度かという写真 もちゃんと撮って見せますけれども、ご紹介しますけれども、そういう坂とかも含めて、ある程度の時間乗ってみないと、本当にダメかどうかって分かりませんから、私は、この間の試乗車であんだけの向かい風が吹いてるのに、全然平気だったってことを前提にすれば、30分とかっていう単位で乗ってみれば、30分でなくても15分か15分という単位で乗ってみれば、おそらく、相当、いつもの自転車と比べれば負荷が少ないんではないかなと想像してますので、とりあえず実際乗ってみてまたご紹介したいと思います。で、いちご大福さん、鎌倉で行う場合、今回限りでなくその先も定期的に行っていただくと嬉しいです。向こう2、3ヶ月先の日時も決めていただき、参加できることが確実で分かれば休みが取りやすいです。これもね、私はあくまでもきっかけなので、例えば、私が前座談会とか飲み会とかって3ヶ月半ぐらいやったのかな。その時にもう本当電車とか宿泊費を全部自分で払ってやってったんですけれども、それで金続かなくなっちゃってやめちゃったんですね。で、あくまでも本当私はきっかけであって、そこで会った人たちで、気が合う人たちが関西の先ほど申し上げた、大西さんとか山田さんみたいな方が出てきて、でその人たちが温度を取って、地域でやっていくっていう話になるもんですから、私におんぶに抱っこじゃ困るんですよ。皆さんが自分で動いてもらう。だから鎌倉で私、行って、まずは やりますけれども、鎌倉に行き続けるかどうかってことわからないんですね。で、1回目行った時に皆さんがもうそれでいいっていうなら、皆さんで そこでやってってもらえばいいっていう話ですよね。だから本当全国各地ね、できるだけつながるように、私の役割ってそういうことだと思ってますので、鎌倉だけで、関東で人口が多いところだけ、それやればいいというふうには思ってませんので、だから九州の方にも行きますし、今後は行ける範囲で、八ヶ岳というか山梨の方もね、どうせ八ヶ岳は行きますので、その際に、山梨県のどっかでもやりたいですし、地元でもやっていきたいと思ってますので、その辺はまた皆さん、とにかく参加したいんではなくて、参加した人たちがそこでつながっていくということをね、意識していただいて、だから2、3ヶ月先の日時っていうのも1回目参加してみて、その人たちの中で、今度いつやるという話ですよね。あとはその、今回は及川さんにおんぶに抱っこになっちゃうんですけれども、自分たちで、集っていけばいいという、そういうことですので、まずは自発的な行動というものも、お考えいただいて、各地域、いいつながりを持っていただければと思います。今回の話は以上です。ありがとうございました。